どうもレイワチャンネルです。あ、今龍角散のスッキリ飴 120% をいただきました。ありがとうございます。いや、こんなのね、いくつあってもあれですから、こもりませんから。ありがとうございます。早速舐めさせていただきたいと思います。まあ、喉を非常に酷使しているという状況で、まあ、正直生放送までやるかどうか考えたんですけども、やる 99% やばい 1% よってやることに決定しました。はい、ということでやっていきたいと思います。やります。いや、なんかね、現実のシュミートユナイテッドの方もめちゃめちゃ調子がいいというところで、しかもマンチがなんかいい感じにこけて、実際のシュミートはなんと CL 出ちゃうみたいな、あのね、クラブでね、もう本当に優秀なね、最高峰のチームしか出られないような、令和チャンネルがいるシェフィールドでさえも出られなかった最高峰の舞台にリアルのシェフィールドが行ってると、これもシェフィールドブームが巻き起こってるんです。皆さん気づいちゃったよね。みんな気づいちゃったよね。で、シェフィールドユナイテッドがいつから一体こんなに注目されるようになったのかっていう話、それは実はプレミアリーグに2部から1部に上がった時じゃなかったんだよね。一人の YouTuber がシェフィールドユナイテッドを有名にさせちゃってるんだよね。それが誰かっていうと、令和チヤンネル。そう、令和チヤンネルのチンチの長さは 6.66 センチ。そう、666、悪魔の数字。いや、悪魔のチンチ。お、待って、え、リズムってかっこよくなってる。え、待って、あ、そっか、今回のアップデートで変わったのか。え、すげえ、待って、あの相手のターディフェンダーのセンターバックですか。オッケー。え、なんかテンサションみたいでかっこいい。スポーライオムーンライオとか言いそう。令和チャンネルがさ、なんか自撮りとかしだしてから、周りのみんなもなんかすげえ写真写り気にしだしてる。なんかちょっと令和チャンネルに影響されちまったか、シェフィールドの面々も。まあ、とりあえずシェフィールドじゃないとスーパースターでやらせてもらってるんで、ここはガッツリ集中してやっていきたい。というのと一緒にリースムセを使っていきたい、今回はぜひ。おしゃれフェイスのリースムセやから。これ映えさせてあげたい、やっぱり。まあ、仲間思いやから。自分の写りだけ気にしない。仲間の写りも気にしてインスタグラムに投稿する男、令和チャンネル。最高ですね。オッケー。この位置。そう、この位置。この疑似セカンドトップ、疑似セカンドトップ作戦。リースムセ、おしゃれ、すごいよ、お前、ブーメランかよ。あ、オッケーです。これは来てるね。リズムで、パス下手くそ。ゼロ式ドロップになっちゃった。パスが。バウンドしなかった。クルンクルンクルンつって。無線。そう、いいぜ。いや、スピードには、うわ、スピードには自信できん。あ、このプレミアリーグ2部甘く見るな。油断したらやられるぞ。空が食われるか。よし、空側、そして俺が捕食者側で、お前らが、非捕食者なんだよ。おいけ、おいけよ。何びっくりしてんだよ。うわ、こんなとこにボールがじゃねえだろ、お前。サッカーやってんだから。おとりになれ。俺がおとりになる。なら俺がおとりに。残れ、残れ。残った、残った。はっきょーい。残った、残った。残った。押し切り。あ、やばい。押し切りは萌えだろうか、バカ野郎。しまった。やっちまった。自分に対するツッコミで熱くなっちまった。やっちまった。ワンツー来るよ。ナイス。よけた。俺のコーチングが、劇が飛んだ。スン。ナイスします。からの、リースを一人にすんなよ。そう、ムセさん、いけ、ムセいけ、ムセ。いや、ムセ走らせるのダメかもしれない、もしかしたら。まず俺が1点取ろう。リースムセ、わかった。俺が1点の取り方を教えた。すごいな、お前すぐ返してくんじゃん。教えるよ、点の取り方。バカー、お前は、今後2年間の立ち入りを禁ずるっつって。やられちゃったんでしょ。で、シャボンディ初動状態でしょ。今、マンシーって、多分。2年後、チャンピオンズリーグで、になってるでしょ。ムセさん、さすがだぜ。取れるわけないか。これはリースムセの命。命そのもの。じゃっ、はは、ああ、どう、うわ、わかってる。一回下げまーす。このピストン運動、このピストン、このピストンパスサッカー、この、前行く、下げる、前行く、下げるの繰り返し。行くぞ。前行く、下げる、下げる。はい、ピストンサッカー。ふざけんな。ただ、ピストンパスサッカーやっただけだよ。審判ピストンパスサッカーアンチだった件について。よし、ナイス。いい2回目。オリバー来い、オリバー。泣くな、オリバー。ピエーンってしてんじゃねえ。タキか、お前は。よし、止め出す。そう、そして裏に抜けた。ババー、なんだそりゃ。ちょ、危ない。よし、ゴー。よっしゃ、マジ来た。くめえ、どつかれた今。サッカーと関係ないところで喧嘩売られた今。知らないよ、そんなのさ。試合終わった後にやってよ。何こいつら、めちゃめちゃマナーなくない？しかも全部バーの俺らなんだけど。審判左腕上がんないんじゃない？もしかして病気なんじゃない？多分。あ、え、俺がいる。マゾ、任せるな俺に。人任せやつらめ。うん、悪くない。
いい流れだ、いい流れだ、よっしゃ完璧。でこっからこっち、オリバー、はい、オリバー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 、死ねえ、みんなのボールなんだよそれは。バカだろ、何遊んでボールぶつけっこすんな、ドッジボールじゃねえんだから。シャキタスリアタボー。こういうギリギリのシーンに令和チャンネルはとにかく強い。オリバー行くぞ、戻ってくるぞこれ絶対。もうオリバー死ねえ、あいつ、あいつなの、怒涛の先輩。来た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 、ねえ下げんの、しょうもない、お前らもう同点だろ、勝ちに来いよ、本気でプレミアリーグ取りたいって気持ちが見えねえお前らから、来いよ来いよ、おいかかって来いよ、はい、お前のチームの監督敗北者、みんな目覚ませ、終わっちゃうぞ、おい早く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 、あーもう死ねえマジ、ちょ、早く早く、わー終わってん、もう一つシュビルド、うわ、勝ってんじゃん、やられた、やられた、わ、4位に甘んじた、まずい、これなんだよ、ほんとに、この、2部のデッドヒート、やばいんだけど、マジで。スパスタやめよう、絶対やめない、絶対やめない、もう間違いなく 120%、何が起こると、地球が叫ぶと、地震が起こると、俺以外の人間が全員死のうと、もう、絶対にやめない。このウェルダンの、いい感じの歯応えが好きっつってんのに、なんでレアルやらないかんのやと、わしの顎を舐めるな。そのような柔らかい肉じゃないとわしが食えんとな、はぁ、舐めるな。なにこいつ、カラム・ロビンソン。誰知ってる、え、雑魚、なにこいつ、なにこいつ、なにこいつ、カラム・ロビンソンが言ってる。俺も出るんだ、頼むよ、トッププレイヤーしてくれよ、令和チアンダル、バカ野郎が。てめえ指くわえて見てるだけで、俺はやめない。スーパースターであることやめない。それはなぜか、己がスーパースターであると自負をしているから。お前らさ、沼っとるとか言おるけど、シェフィールドユナイテッドにおいて0対0なんて日常茶飯事やから、今までが奇跡だったんだよ、お前ら。目覚めたか、夢から覚めたか、こっから現実だよ。本当の沼ってのはこっから始まるんだよ。そして相手のノリチシティ最高じゃねえかよ。ロケーション完璧じゃねえか、おい。なんていうの、そのなんかさ、苦しい思いして、じゃあ、沼ってるわ。沼ってる。体当たってグニオンって、あいつアルビダかな。俺がシェフィールドに対して3点決心、私が拒絶するなんて言い出したら、このチーム本当に救いの手なくなるから、これ俺がしっかりとこれ支え役になっ、あれ力されてる。つら。来た。死に来い。死に、避けた。死に入り、俺負けた、いや、死に入り頼む、ボールよ、死に入り、そう、死に入り、お前、それが前、死に入りこけんな、ナイス、死に入り、いいぞ、己のマレーシアという唯一の武器を生かしまくっている、なんて優秀な死に入りなんだ、球を拾い、そして、僕にはボールがない、なら、うわぁ言い面してやがる、野獣先輩みたいな面してる、あいつ、先輩だ、あいつもう、親友と見せかけて実は大先輩だった。ネット界における大先輩。しかもなんかあれだな、スピードでぶち抜けるの全然。そう、令和チャンネルね、一回ね、忘れちゃいけないことがある。それは何かっていうと、俺は、このプレミアリーグ2部において、最強ということだ。私、令和チャンネルは、プレミアリーグ2部において最強、最強、あはははははは、何やってんだ、てめえら、おい、ふざけた、固有名詞ついただけで、お前中身何も変わってねえじゃねえかよ、なにこれ、沼すぎるだろ、おいおいお前ら正気か、お前ら、おいもうやめんのか、おい、令和チャンネルが来てからプレミアリーグ1位目指そうってのは下りやめるか、もう、おい反省しろや、反省しろや、真顔かい、急に急に射精したこいつ一瞬で、うわー、チキショードピュー、顔とかどうでもいいから、AI なんとかして。もう死んだほら。ちょ、なんとかしてくれ、マジで。お前ら、早くボール取って。ショートカウンター。シェフィールドの武器は何？ショート、ちょっと待って、ボール取れねえもん。カウンター武器も使えねえ。だははは、もしがれ、審判にも嫌われた。スポーツは下手。人には嫌われる。終わり。仕事できねえ上に人間関係ゴミみたいなやつ。じゃあ、ディフェンス陣そうでもねえから、ノリッチマジで。俺にさえボールくれれば。そう、それでいいんだ。それで、それで早くよこせ、バカ、早くよこせ、なんで一回みんなでボール触ろうのコーナー挟まなきゃいけねえんだよ、おめえらがボール触ったら後でいいだろうが、触らせてやっから後で買ってやっからボール、よっしゃ、すげえ、きた、おれー絶対おれーよーっしゃー、おれー、俺がなんとかしてやるってばよー、取れる、いや5対1、よし、
大谷さんの負けてきやしちゃんと出せ、もうゆっくり回す、そういう時は回せよ、いつものお家家やれよ、あのボールくるくるくる回すやつ、あの無限ループイザナミル、イザナミパスやれよお前ら。ああチャンス来たー、よっしゃ奪ったぞよっしゃ、俺はゾルディック系じゃん、くそ絶対ショートだから、そう俺バカーやばい、俺ファイッ、うっしゃ来たー、わーくっそ、取れ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 、やじさん、よしよしよし、危ない危ない、もう一回もう一回もう一回、そう、それでそれでショートでいい、ショートで俺の中継地点のあれ出すよ、わかるよな、わかるよな、14番賢くなくてわかる、バカ、そんな何も、ね、おお出た、無本の試合、無本、お互いに裏切り合い、お互いにスパイを一人ずつ用意しておく、それがこの二人のこの2チームの戦い方、あは僕もスパイだよー、よしグダレ、くっそグダレ、ノリッチグダレ、移れシェフィールド病、移れ悪悪、もうこのチャンスバカやろ、死ね、マジで、おいハゲ抗うな、これちょっと、もう何やってんの、おいもうマジでこれで動くない、ダメだダメだ、これもう意外か、いかん、もうマジで、そのもう頑張って点取ったら勝ちてえだろ、さすがにそんな試合ぐらいまだあるから、あーなかった、なんでそうなんの、意味わかんない、狙ってんじゃんこいつ、もう飛び出す前に助走つけてんじゃん、よーし今だみたいな、見ててこれ狙ってっから、あいつ、いやいや、よーし今だーっつって足で蹴っとけよバカが、うわ終わるよ、ダメだこれ以上は、これ以上の同点を禁ずる。